して気流台にこんなにたくさんの剣が。絶対さ、今ここで鈴を鳴らして囚われてる元凶と話ができるかどうか試してみない？幻覚？君たちにも見えるなら君たちも元凶に落ちたってことじゃないの？慌てる必要はないよ。僕からすればこの賢人はまさに宝物庫だ。何よりこの西洋はさらなる高みを求める人を拒まない。教えてくれるのは剣術だけじゃないよ。もっと強くなりたいと思えばこの賢人は数えきれないほどの方法を示してくれる。妖虚？そう、妖虚先生は僕の剣術の穴を見つけどうやったら上達できるか教えてくれると約束してくれた。少年よ、俺がいれば全てが変わる。隠月の流村だろうと、あの性格ハンターだろうと、貴様に技を伝えた女だろうと、あの人たちをはるかに超える。君たちいいところに来てくれたね。僕は賢人から少し学びを得たばかりなんだ。天下無敵。君たちの技は本当に粗雑だね。ならなぜ奴らを切らない？この人たちを切る？今のはただの練習試合だと思ってたんだけど。勝者は生き、敗者は死ぬ。戦場の法則は宇宙の法則と同じだ。剣術は勝利の芸術であり、勝利した剣だけが受け継がれ、敗北した剣はあればかに埋もれる。でも俺を拒んでいるのか？それは無意味な慈悲だ。その雑念を捨てられないのなら貴様に進歩はない。勝者は生き、敗者は死ぬ。何偉そうに憲法の優劣を語ってるの？ただ人を駒として好き勝手に使って他人を利用して殺意を満たしたいだけの悪者じゃん。私が持ってる剣炎剣は代々家に伝わってきたものなんだけど、私にこれを渡した時、母さんは剣を折っても勝たし、志奪うべからずって言ってたんだよね。今やっとその意味が分かった。母さんはきっと剣は折ってもいいけど志を奪ってはいけないって言いたかったんだと思う。元凶、さっきの戦いの勝敗はまだついてないよ。このまま続けても意味がないなんて定説一方的に言わないでよね。この小娘の闘志は実に熱い。かの僕引いたりなんかしない。師匠さん、これは雲気軍同士の問題で、負けてもいいけど仲間を見捨てて雲気軍に恥をかかせるなんて私の剣に顔向けできないでしょ。あんまり長くは持ちこたえられないと思う。早く将軍を探してきて。彼が来るまで絶対に倒れたりなんかしないから。新作府の行営も大したことないね。まさか、まさかまだ持ちこたえてるなんて。私って自分が思ってるほど弱くなかったんだね。少年、貴様はためらっている。ずこれほど実力差のある剣士を相手に貴様は一体どれだけの時間をかけている？早く小娘を切れ。血だけが剣についた恥辱を注ぐことができる。彼は切ったりしない。将軍。少年、貴様に剣を教えた者、こいつの指導のもと貴様は失敗したことこそなかった。貴様はこいつに失望されることを恐れ、こいつが望むような人間にはなれないのではないかと。さあ、こいつに俺が教えた技を披露するのだ。きっと貴様の成長を喜んでくれるだろう。
こいつに教えてやれ。次の一撃で先週のために勝利をつかみ取るとな。僕は元凶は私に何かを証明するために剣を抜いたりはしない。彼が必ず勝つことを信じているのではなく、いつの日か彼が勝ち負けの概念から抜け出し、自分が剣を振るう真の理由を見つけられると信じているんだ。その理由は彼自身が見つけるべきものであり、何人も彼に教えることはできない。将軍、勝ち負けの概念からの脱却、それは死者と負け犬を慰める言葉に過ぎない。気流台で惨敗した時のことを思い出せ。死ぬあの時、性格ハンターの剣が貴様の体を貫いていたら、貴様はここに立って勝敗の意義を考える機会さえなかったのだぞ。今こそ己の限界を超え、全ての枷を打ち砕く時だ。死に貴様を縛りつけようとする将軍に向かって剣を抜くのだ。将軍、どうか剣術を披露させてほしい。妖巨先生、僕はこの剣人と先生に挑戦を申し込む。俺の苦心を無駄にしたな、小僧。貴様の功績は本来無限だったというのに。だがそれも重要ではない。俺は貴様を指導しながらその一挙一動を把握した。貴様が俺に挑戦するというのならもちろん応じてやる。貴様の技を使い最後の授業をしてやろう。この一撃、運は僕に味方したみたいだね。実にいい。貴様の勝ちだ。はあ、なんとか無事に終わったね。